銀行員が伝授投資のいろはの時間です。人生100年時代と言われる現在、大切な資産をどのように活用していけばいいのか、足利銀行個人コンサルティング部片岡さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、今回のテーマは金融商品の種類です。はい、2024年からNISA制度の拡充に向けて、預貯金だけでなく他の金融商品で運用してみたいというふうに思っている方も多いと思います。金融商品とは、銀行や証券会社、保険会社などの金融機関が販売する商品を指します。金融商品といっても、投資信託や株式、債券、保険など様々な金融商品の中から自分に合ったものを選択することになりますけれども、これらの金融商品がどんなものなのか、イメージできますでしょうか。そうですね、投資信託や株式など聞いたことはあるんですが、はっきりと区別はできないですし、自分に合ったものを選択するというのは難しいですね。そうですよね。金融商品を選択するときに判断の物差しとなるものが、安全性、流動性、収益性の3つになります。はい、この3つすべてが優れている金融商品は存在しません。ライフプランや目的に合わせて、この3つの要素を使い分けたり組み合わせることが必要になります。今ある資産を目的に合わせて色分けするということになりますね。そうですね。まずは安全性とは、その金融商品で運用した結果、元本が減らないかどうかということです。安全性が高い金融商品の一例は預貯金になります。現在、預貯金の金利は低いですが、安全性は高いということになりますね。そうですね。次に流動性ですけれども、必要な時にお金をすぐに引き出すことができるかどうかです。金融商品によって条件は異なります。決められた期限までは自由にお金を引き出すことができなかったり、換金に数日かかったりするので、商品の条件や特性をしっかり理解しておくことが必要になります。はい、いざ使いたいときに引き出せないというのは困ってしまいますから、注意が必要ですね。そうですね。次に収益性とは、どのくらいの利益が期待できるかどうかです。預貯金などで預けるよりも、投資信託や株式の方が収益を期待できます。しかし、投資信託や株式は市場の値動きによって収益が左右されたり、リスクを伴います。冒頭お伝えした通り、この3つをすべて満たす商品はありません。安全性と流動性を両立することはできますけれども、安全性や流動性が高いものは収益性は低くなります。この3つの要素のメリットとデメリットを理解して、ライフプランに合わせて自分に合った金融商品を選んでいくということですね。はい、金融商品の種類は様々です。特徴を理解して金融商品を組み合わせていくことをお勧めします。はい、次回はリスクとリターンについてお話したいと思います。片岡さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回もお楽しみに。